ミュンヘン、ガルミッシュパルテン・キルヒエン線は、バイエルン州南部にある、DB 幹線鉄道の一つである。この路線は、ミュンヘンで始まり、シュタンベルク、ムルナウを経て、ガルミッシュパルテン・キルヒエンで終わる。ムルナウ近郊の高架橋、オーバーラウエキミュンヘン、ガルミッシュパルテン・キルヒエン線は、 シュタンベルク駅舎から始まり、アルゴイ線及びミュンヘン・アウクスブルク線とミュンヘン・パージング駅まで並行している。ガウティング駅までは本線と S バーン全要線が並行している。シュトクドルフ・シュタンベルク区間には列車がビュルム川と並びに走っている。シュタンベルク駅にはシュタンベルクことアルプスの山が見える。湖の西側に列車が走ると、 S バーンの終着駅のツッチング駅に入る。その駅からコヘルコ線が分岐し、約 1.5km の伏線が、ウンターツァイスメリング分岐点まで続く。バイルハイム駅の直前にアンマーコ線が合流し、駅の南側にプファフェンビンケル線が分岐する。列車がフグルフィング駅を過ぎて、ウフィングに入ると、下フェルコの風景が見える。ムルナウ駅にはアンマー線が分岐し、 本線と高架鉄橋で交差して、オーバーアンマーがーまで続く。え、ヒエンドルフ駅までは、線路は短いながら伏線である。列車が、ヘヒエンドルフ、オールシュタット間を入って、ロイザッハ川を何度も渡る。そこから、線路は、バイエルンホルアウペン山脈と並べて続き、観光名所のアウプス地帯に入る。ロイザッハラには、エシェンド平駅の南の方向にある。 終点であるガルミッシュパルテンキルヒエム駅はミュンヘン中央駅から 100.6km 離れておりカーベンデル山脈やベッターシュタイン山脈を見せるミッテンバルト線がこの駅に接続している。他のアルプスの目的地へ行くために代わりにアウサーファーン線またはツークシュピッツ線を利用することも可能である。1853年11月5日に 王立バイエルンクニュー鉄道の理事会の間に、建設官僚のウルリヒヒンブゼルの参加で、鉄道建設の契約が締結された。1854年5月ミュンヘン・シュタンベルク駅、プラーネック間は開通されて、ミュンヘン・パージング間はミュンヘン・アウクスブルク線と共有されることになった。同年11月この路線は、シュタンベルク駅まで延伸された。 1862年1月1日国家の資金で運営されたミュンヘン・シュタンベルク線は国家に売却される。バイルハイム市はこの路線の延伸を支援して建設免許も取った。1866年2月トゥツィング、ウンターパイセンベルク管会2でこの路線はバイルハイム駅まで延伸された。1874年5月8日。 帝国議会のムルナウ議員のエメラン・コトミュラーが鉄道委員会を組織した。目的は、バイルハイム・ムルナウ間・フィチナル鉄道の敷設だった。1876年7月10日、フィチナル鉄道に建設のプロジェクトが許可され、1879年5月、バイルハイム・ムルナウ間は開通された。一方、1888年9月23日、 ロカルバーン株式会社は、ムルナウパルテンキルヒエン区間の地方鉄道の建設、運営に関する免許を取った。1889年7月25日ラグの、ムルナウパルテンキルヒエン区間は開通された。当時終着駅の名前は、最初から、ガルミッシュパルテンキルヒエン駅だったが、反面に2つの町は1935年、ガルミッシュパルテンキルヒエンとして統合された。 1900年この路線に特急列車が最初に運行され、素養時間は3時間だった。ラグは、ムルナウパルテンキルヒエン間の線路改良で必要な資金を確保できなかったため、バイエルン鉄道と交渉の末1908年1月1日、ムルナウパルテンキルヒエン間の鉄道施設は、王立バイエルン鉄道へ売却されることになった。1900年まで、ミュンヘンプッチングカは、 伏線で改良された。1900年5月1日バイエルン鉄道はパージング・プラーネック区間で通勤列車用観光線を伏線で追加し、1902年10月までガウティングまで延長した。1908年6月1日付で2番目の観光線線路がプラーネックガウティング区間で観光されたが、1918年撤去された。 1924年からドイツ国営鉄道はこの路線の電化事業を着手し、翌年2月23日に旅客列車、3月16日に通勤列車の電気運転が実現された。1930年からカルベンデル急行列車が導入され、客車では電気暖房機、開放座席車、展望用の大きい上部窓ガラスが備わった。 1935年3月26日と27日にかけて、ドイツ国営鉄道は、冬季オリンピックの準備のため、フグルフィングヘヒエンドリフ区間の伏線化、線路改良、乗降場の拡張を決定した。1935年12月改修工事は、冬季オリンピックの前に一段落された。しかし1942年と1943年間に、フグルフィング、 ムルナウ間は戦争のため単線化された。終戦後、トゥッチング、ガルミシュパルテンキルヒエン区間は改修され、許容速力が上がった。1960年代以末、ミュンヘン・トゥッチング区間が S 番列車用土で改修され、1968年まで、プラーネックガウティング区間に観光船は再び構築されて、ミュンヘンガウティング区間では、複々船が用意された。 S バーン列車の乗降場は高さ76センチメートルで改築された。1972年5月28日に S6 系統はこの路線に導入されて、列車はミュンヘンパージングガウティング区間で別の線路で走行することとなった。1980年代にいくつの駅が廃止されて、プラーネック駅とガウティング駅は S バーン列車のみが停車することとなった。 1982年以来一定間隔運行は時刻表で導入されて、1994年からベルデンフェルス運行間隔という商標名が付けている。1985年ムルナウで運転指令所が設置されて、ドイツ連邦鉄道の史上最初でコンピューター作動で運営された信号扱い所である。この運転指令書は3年間信号保安を担当せずに運営されたが、 1988年11月から独立的に運営されている。2001年 DEB ネットは、ムルノウヘヒエンドルフ区間の2番目の線路撤去及び、オールスタッド駅、ファルヒアント駅の廃止を企画した。線路保存を望むオーバーラント住民の世論により、バイエルン州当局はドイツ鉄道庁に、ドイツ鉄道計画案の許可を永久に却下した。バイエルン州は、 この決定で裁判所の判決をあらかじめ阻止した。2002年6月新しい運転指令書がガルミシュパルテン・キルヒエンで設置されて駅を貫通する線路は9本から4本に減少した。その運転指令書は2007年7月31日までミュンヘン鉄道運営センターから統制された。ガルミシュパルテン・キルヒエンの運転指令書拡張は決定され、 アルペンスキー世界選手権大会2011の開催地がその町と決定された。以後、この路線は全般的に改修された。エ SN 同営駅とオーバーラウ駅では連動装置はこの運転指令所と連結され、乗降場は2010年に部分的に改築された。ムルナウ駅とガルミッシュパルテンキルヒエム駅でも利用しやすい通路が確保された。2012年夏に フグルフィング・ポリング旧駅区間の線路移設で曲線の曲率半径が増加して列車の走行速度が向上された。2013年にはトゥッチング駅も利用しやすく改修されて S 番列車の乗降上は高くなった。トゥッチング駅は列車が分割併合されるよう改修されてその駅からコヘルコ線の分岐点までの区間は分岐器の追加を通じて伏線となった。 一方2013年ヨーロッパで発生した洪水のタメトゥチング・ガルミッシュ・パルテン・キルヒエン区間の運行が中止された。2013年ウォールシュタット駅の乗降上移転と線路移設に関する問題が発生して、対合室及び駐車場と乗降上間の距離が遠くなる問題であった。鉄道利用者団体であるプロバーンは対案を提示したが、ドイツ鉄道は 曲線の緩慢にならなくて、運行速度の上がらないという理由で、その対案を拒絶した。オールシュタット駅の改修工事は2013年に始まったが、実質的な作業は、当事者間の長い論争を経て、2015年以後、行われた。2016年5月から2017年7月まで、バイルハイム駅は利用しやすく改修され、エレベーターが設置された。 ガルミッシュパルテンキルヒエン運転指令所の移転が計画され、新しい施設が駅で設備された。1980年設置された SP ドクター L60 機種のリレー方式の連動装置は、電子式連動装置に置き換わった。2018年の初めから、バイルハイムの運転指令所は、ビルツホーフェン・ミッテンバルト区間の範囲で、信号装置と分岐器を統制している。 1994年から毎時 DB レギオの普通列車がミュンヘン中央駅からミッテンバルト駅まで運行され、その中にインスブルック行きの列車は2時間間隔で運行されていた。DB110 または DB111 系電気機関車が N バーゲン客車を牽引し、客車にはプッシュプル方式の制御装置が装着されていた。2013年12月から、 普通列車の運行は、部分的に、ゼーフェルトイン、チロルまで延長されている。他には通勤用の快速列車も運行されて、ミュンヘンパージング駅、バイルハイム駅、ムルナウ駅、ガルミッシュパルテンキルヒエン駅でしか停車していない。この列車には、部分的に111系電気機関車と N 客車及び2階客車の混合編成が使われている。現在普通列車には、 ボンバルリアの2442系電車が使われている。ミュンヘン・トゥッチング間はミュンヘン運輸連合の運賃適用区域である。2009年12月から金曜日から日曜日まで402、403、4 1 1系2のアイス高速列車が運行されている。アイス列車はトゥッチング駅、ムルナウ駅、オーバーラー駅で停車する。2007年までは IC 列車カーベンデル号がミュンヘン中央駅からインスブルック中央駅まで運行されていた。ありがとうございます。